はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、プレックス製サウンドミニレールスラッシャーです。はい、デラックス版の連結バズーカに付属するレールスラッシャーのプレックス版ですね。しかも今回はサウンドシリーズですから、久しぶりに音が鳴るなりきり玩具ですね。ちなみに前回レビューしたサウンドシリーズはプレックスのギガガブルボロバー、これもいい商品でしたよね。ということで今回はこちらをレビューします。とりあえず作ってるところは株式会社プレックス。定価は950円で、今回は760円で買いました。相変わらず良心価格。では出しましょう。お、意外と重量感。はい、中身はこうなってます。付属品はなしでレールスラッシャーのみ。そしてなかなかの造形ですね。ちゃんと線路になってて、ブレードの方もシールで再現してます。ただ赤色の部分はしっかり塗装ですね。普段デラックス版を触ってるとやっぱり短いですね。手元は案外似てます。レールスラッシャーというかレールダガーって感じですね。これはこれでありです。ちなみに列車はつかないですね。ただサイズ感は案外ぴったりです。乗せて自分で傾ける感じですね。それと刃の部分はゴムっぽい素材感ですから、当たっても痛くないですね。こういう感じで2本持っても面白いですね。なかなかこれやる気になりますよ。じゃあサウンドシリーズですから、サウンドを確認しましょう。電池はすでに入ってます。そして電源オン、トリガーはここですね。どんな音声が入ってるんでしょうか。いきます。1個目。おー意外と音量が大きくてびっくりしました。スピーカーはここですね。2個目。ん？3個目。剣力の弾く音ですね。さらに押すと、はい、こんな感じです。これは4種類の音声が鳴るみたいですね。ちなみにデラックス版はこんな感じでした。また全然違いますね。長押ししてみましょう。長押ししても一緒です。ただ音声が鳴るせいか、重さは少しあってデラックス版の半分くらいですかね。これはプレックスのサウンドシリーズがもう一つあればサウンドを鳴らしまくれますね。ちょっとシュールはい、ということでプレックス製サウンドシリーズミニレールスラッシャーを紹介しました。それなりに長さもありますし、塗装も綺麗で色分けもしてあります。しかも音声もたくさんなりますし、電池も最初から入ってますから、箱から出してすぐ遊べるのはいいですね。以上、プレックス製サウンドミニレールスラッシャーの紹介でした。